まずい、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 危ない危ない、あんなんしたらやばい、マジで。ゲドダウンダテダプロユキシンジネちょっとね、スケジュールの都合上、このオープニング後取りとなっておりまして、もう企画自体は終わって、今帰ってきたところなんですけれども、まあちょっと早速ね、本日何をやってきたのか、発表からいきたいと思います。というわけで、本大学、老人メイクで路上パフォーマンスしてみたー。本日はですね、先ほど老人特殊メイク、特殊メイクってまずしたことないよね、初ですね、あのね、実はこれパロディーで言うと、もともとモニタリングっていう TBS の番組のパロディーとしてやらせてもらったんですけども、まあ、老人メイク、特殊メイクをさせてもらって、僕らがその老人メイクをした状態で路上パフォーマンスをする、まあ、今回はですね、路上で先日動画投稿をしましたブラザービートを、ママのブラザービートを路上でいきなり踊り出すという、はいはいはい、老人だと思ってた人たちがいきなりブラザービートをバチバチに踊ったら世の中ひっくり返るんじゃないかっていう、俺ね、バターブラやっちゃうな、ちょっと待ちな、人の顔がね、もう目が3時ぐらい飛び出てくる、なるほど、もう僕らはやりきった後なんで、はい、ガタガタ言わずに見てもらいましょうか。そうですね、はい、それではね、一旦ね、この後、まあ、一ショータイムの後に僕らのどんな姿になってるのか、どんな老人メイクをされてるのかっていうのを一旦お見せしたいなと思いますので、はい、それでは本日も楽しんでいってくださいな。イエッツ、おい、マシャー、大型ウェンギューマンかかってんね、ちゃんとやから、はい、ああ、それでは皆さん、今日の動画も楽しんでいてくださいな。せーの、It's Showtime! はい、というわけで、じゃーん、クオリティ高っ。誰だよ、こいつ。やばいだよ、お前。そういうこと申します。先生からやった。いやだってえぐいぞこれ、クオリティえぐいな、えぐいぞ、だって GHQ の人いるやん、ダメなスライダーさ、いやお前100点負けすぎるだろ、体型から何か全部おっすごっ、すごっ、これこれやってくれた、やってくれた、やってくれすぎるわ、姿勢姿勢、いや、おじいちゃんモード、はい。すげえな。はい、というわけでね、はい、早速大変身を遂げました、メイク時間約4時間かかりすぎやったね、4時間で、今日はね、この姿で、まあ、新宿でバチバチに踊るという、まあ、この姿でブラザービートを踊ったら多分目は引けるんじゃないかな、いやー、そらいけるやろ、うん、自信あるかないかだったらあるもん、普通にと人だかりを作りたいかな、ね、作ってからのブラザービートだから、終わる頃ぐらいにたかられてもしまあ、そうじゃないですか、とりあえずいろんなちょっと仕掛けあってこう、お前とたかってもらってから、はいはいはい、急にブラザービートかけてね、バチバチ踊って、行きたいなとしょう、はい、おじいちゃんモード急に入る、喋ってる時に急に出ちゃう、おじいちゃんと一緒さあ、それではじゃあ現地へ、よし、レッツラゴー、ありがとうな。
危ない案内したらやばい、マジで怒られるってこずれたこんな人集まるもんね。全然緊張したちゃんと緊張した。あと1曲ぐらいやりたかったのに、ね、俺らの曲入れたらなかったこれ成功じゃないですか。よろしい、成功です。はい、皆さんお疲れ様でした。めっちゃ反応良かったんじゃない。だってそれこそ本当にちゃんとパフォーマンスしたのってブラザーゲートの曲したから4分ぐらい、4分を踊っただけであんだけ人だかりできるって普通の路上じゃ考えられないから、うん、でもやっぱバレる普通になんかいやいやいやみたいな。おじいちゃんじゃなかったもんね。みんなだけでサイコパスやった。サイコパスのメイクしてた進撃のジーグみたいなTikTok とか流すからね。ね、確かに、ね、結構動画撮ってくれてたりしてたからね、うん、で、なんかこれを機にね、CCC のことを知ってくれて、まあその時にこうビラーを、うん、あのスタッフの皆さんが配ってたりしてたんで、これを機に知ってもらったりとか、あとはね、この YouTube を見てくれてるかもしれない、もしかしたらね、うん、この動画を、まあこの出会いをまた次につなげられたらなと思います。まあ今回はブラザービートっていうあの SnowMan さんの楽曲をお借りしたんですけれども、なんかね路上パフォーマンスもいいもんだなと思ったので、確かにちょっと自分たちのね素の姿で自分たちの楽曲で路上パフォーマンスやる機会も面白いかなって。確かに、確かに、なかなかさこう路上ライブで歌を歌ってる方いらっしゃるけど踊ってる人ってあんまりいないですよね。だからちょっとね今後またそういうのも企画していこうかなと思っていますので、まあ今回ね知ってくださった方はぜひチャンネル登録でよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてあのなんか友達とかにも広めてもらえたらとても嬉しいなと思いますし、引き続き僕ら CCC のエンターテインメントを見て楽しんでもらえたらなと思います。いつやる、お気に入りくいつやる、明日、お前頭いってんのけ、頼むちゃん人動くね。ワンマンコ。なんでみんな答え決まってるのに聞くねん。次いつやりますか。ワンマンの次の日ですか。じゃあ。
まるのちょっと後年内まあでもね、これがすごく伸びたらまたね、あの僕らの強い企画としてやらせてもらえたらなと思いますので、はい、皆さんぜひこの動画が面白かった方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。